どうも、ウズです。以前パソコンを使うのにあたってブラウザの話をしたと思うんですけれども、マイクロソフトのエッジマイクロソフト Windows 10にした場合に、標準でついているディフォルトのウェブブラウザ、このエッジが、案の定振るわず、未だにマイクロソフトの純正のインターネットエクスプローラーが、首位を保っている状態なんですが、ただネットニュースなんかを見てると、今年度2016年の5月には、もう1位の座から転落して、実際に私がよく使ってる Google の Chrome、 この Chrome が、世界シェアナンバーワンになるんじゃないかと推測されているそうです。ただね、このマイクロソフトのインターネットエクスプローラーって、記事にも書かれてるんですけど、当時は世界で圧倒的に多くのユーザーが利用していて、 OS 標準搭載のブラウザだったからこその独占的なシェアをもたらしていて、他のブラウザー人からは猛烈な批判を受け、欧州などでは独禁法違反の裁判にまで発展していたというもう古い話になりますね。で、昨年の秋の数字だと Windows 10ユーザーのうちエッジを使ってインターネットを利用している方が実に 14% しかいないと。結局はインターネットエクスプローラーや Firefox、Chrome などを利用するということで、新ブラウザーのエッジっていうのが伸びなかったっていうのが一番の敗因というか問題なんでしょうね。で、2月のインターネットエクスプローラーおよびエッジユーザーのシェアっていうのが、世界の PC を使ったインターネットユーザー全体の 44.8% だそうです。昨年12月に初めてインターネットエクスプローラーのシェアが5割を切って以来、ユーザー離れに歯止めがかからないと、おっかない。というのも、今年の1月ですね、インターネットエクスプローラーの8、9、10のバージョンのサポートを終了してますので、そこもそのシェアをぐんと下げてってる要因にはなってると思います。それらの、バージョンをやめた人が、最新版の11にするかエッジにするかっていう選択肢よりも他のブラウザにした方がいいんじゃないかっていう風に流れる傾向もあると思いますので。で、代わって今ぐんぐんとシェアが伸びているブラウザ、これがやっぱり Chrome で、2月には世界の PC ネットユーザーの全体の 36.6% だそうです。まだインターネットエクスプローラーとは 10% 以上の開きはあるんですが、ただこれがどんどん伸びてるそうなので、やっぱりこのままいけば直近3ヶ月間のインターネットエクスプローラーのユーザー減少のスピードと Chrome の増加のスピード、重なったところでの逆転があるんじゃないかっていう推測があるそうです。私はこちらの Chrome を利用していますので、あんまり影響はないんですが、実際ね、ブラウザなんてね、見られればそれでいいかなって本当は思ってるので。ただ Google のサービスをよく利用しますので、そういう意味では Chrome がベストかなっていうのと、あと私のうちのこの Microsoft の Edge、 これね、開くとね、落ちるんですよ何回かね、設定変えてみたんだけど全然ね、直らない。ほらね何なんだろう、ちょっとね、もうマイクロソフトのねブラウザーね、もうちょっと大嫌いです。なんかね、たまたまなんでしょうけど合わないんですよ、相性が。今日最初はグッジャンケンチョキ。なんで突然ジャンケンするの。皆さん今日何があったんだっけ。歯が痛い。歯抜けたんだよね。なんだよ、歯抜けたでしょ、大人の歯になったんでしょ、なるんか。抜けてないもん。そう、ということで、最後はなんかインターネットの話から脱線しそうなので、ここまでにお話ししておきます。ではまた別の動画で、バイバイ。